格子形記念館の彫像格子形記念館。格子形は、元朝に仕えた、天文学者、歴学者、推理事業家である。字は、和歌をもう。慶州慶大県の出身。中国歴法の活気となる、儒事歴の作成で知られる。祖父の角栄派山学、推理に精通し、五教に通じた学者で、大野保の劉秉忠と親しかった。その縁で、格子形も、劉秉忠の門で学び、算術、推理、五教に通じた。中東3年に、張文献の勧めによって清祖に拝謁し、推理六字を述べてその才を認められ、久下虚母老寺川虚に任ぜられる。翌年には、福川虚子に任命。資源元年、旧政界畿内の考え炉の復興に尽力して、清祖の信頼を得る。翌年には、富津商館となり、資源8年には、富津館となる。中書左丞相馬銜が、資源12年から翌年にかけて、南宋を討つと、新たな占領地域に、軍事上の必要から、水炭を設けることが議されたが、格子形は各地を視察して、稼働、地形を勘案して精密な設計図を上評している。当時、元では近以来採用されていた、大民暦を修正した暦を使用していたが、日食、月食などの天文現象と合わないため、改正の必要が叫ばれていた。劉秉忠はたびたび改正を上評していたが、果たさずして死去した。それを受けて、資源13年、清祖は、格子形、王誠、巨高らに、歴法の修訂を命じる。当時、モンゴル帝国朝廷には、色目人と呼ばれる、西域出身の官僚も多くおり、彼らから、アラビア天文学の技術も取材した格子形は、独自に漢技、青釘など13種類に及ぶ、技器を開発、正方など9種類の測器を開発するなど、天体測定器を改良。これらによる精密な観測をもとに、様々な製図を行い、改暦作業を主導した。彼の測定による1朔望月 29.530593 日、1太陽年 365.2425 日は、現在の水準と比べても極めて正確な値である。同年工部中老、資源16年には、工部大使院知事となり、観光館27カ所を設けて、さらなる観測を刊行。資源17年に、一応の完成を見て清祖に提出、儒事歴の名を賜った。早速儒事歴は、モンゴル帝国内外に頒布され、翌年から施行されることになった。この暦は、元朝末期まで用いられ、さらに元を放逐して新たに立った王朝の民でも、大東暦と名を変えたのみで利用され続けた。民末に西洋天文学を利用して作成された時建暦が導入されるまで実に364年間使用され、中国歴代最長の暦法となった。以後も格子形は暦法の研究を重ね、儒事歴の暦法を論じた儒事歴、経二巻をはじめ、数々の歴書を表した。この歴書は周辺国へも輸出され、朝鮮半島における歴学書の成果とも言うべき李氏朝鮮の七星山内編、外編にも大きく影響を与えた。日本へは江戸時代初期に輸入され、上京歴の作成にも影響を与えている。資源19年の王誠の死去に伴い、翌年に大使令に昇進。資源28年には大都から通州に至る運河を開削し、モンゴル帝国内交通網の発展に寄与する。また格子形は大都の積水、丹の修復も行い、これにより大都への水運が整備され、多くの船が乗り入れられるようになったため、これを大いに喜んだ清祖は、道江がの名を与え、格子形に、久下、月道江が総運寺を兼任させた。積水、丹、通り恵川の名は、現在の北京市にも残っている。資源31年小文館大学七大使院時に任命。大徳2年には、鉄旗竿居の開削を提言するが、工費の高さに失勢が難色を示し、広さを3分の1に縮小してしまう。後日、豪雨の際に容量をオーバーして氾濫した際、清州は今更ながら死刑の際に驚き、各大使は新人である。その言を聞かなかったのは失敗であったと感嘆したという。遠遊3連に没。享年86。現在、故郷の境内の最も主要な大通りは、彼の事績を記念して、格子形対外と名付けられている。また1964年には、紫金山天文台が発見した小惑星の一つが、格子形と命名された。ありがとうございます。